はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。このアナキンシーズンの最後を飾るのにふさわしい道具がやはりここジオノーシス防御側で勝利することなのではないかということで頑張っていきたいと思います。編集の都合上ね、こちらは全バージョンの動画になることをあらかじめご了承ください。皆さんこれをねアップデ待ちにこうちらっとね見ていただいていることだろうと思いますが、迷惑なクローンども指令センターから追い出せ、グレネードしよう、まずはクローンを倒せ。しっかりね僕は楽しんでいきたい。そしてねアップデの情報もこういろいろ喋りながらと思ったんですが、アップデの情報多すぎて語りきれそうもないんで、それはまた別動画ということで、ここはねきっちり、まあ、きっちりしてる人の動きとは思えない死に方してましたけどもここはきっちりねやっていきたいところ。ここはだいぶ厳しそうかね。回り込みますか。強襲を仕掛ける続け、味方も回り込んでるな。おお、マジか、激戦ですね。ここもうちょっとねきっちり人数を削りきらないと、あときつくない。こっちもやばいのか。どこ、もう全然場所が分かんない。ははははは、はなるほど。ちょっと向こうは厳しいね。こっちしっかり守りましょうか。眩しい眩しい眩しい、せめて半分は削んないと、100を切るくらいにしないと ジャンパー飛んでったな。ナイス。そうだね、作戦を阻止しつつもきちんと、アナキン来るぞ。ヒロイックマイト、隣接戦争に移行する。どこ行った、ゲージが切れたから帰ってるぞ。さすがにアナキンは来るのが早いな。しまった、リロードしてる場合じゃなかったか。しまったー、少し押されてるからな、もう少し粘りたい。結構あれか、裏取りされてるんだな。なるほど、裏取りに来てる感じね。60が厳しいぞ。もうちょっと止めに行きたいな。だラインは上がってないな。もう遠い遠い遠い。オッケーじゃないな。これは厳しい戦いになっていくぞ。危ない、くそー。さてとここからですよね。こっからきちんとやっていくための、まだ早いか。こっからきちんとやっていくための戦いが始まりますよ。まあ、ぶっちゃけだし、ここはね10機で折り返す想定内でしょう。ここで頑張ること、この第2フェーズでかなりね裏を取れる。第3最終フェーズになってしまうとかなり敵の ATT の位置がね、その作戦エリア外にこうどんどんこうエリアが狭まってくるせいで、エリア外のままどんどん進行されてしまうことがあるので、ここはね広くエリアが取られているこの第2フェーズでかなり数を減らすという動きができれば見えてくるんじゃないでしょうか。見えてくるんじゃないでしょうかといった感じで頑張っていきましょう。3機追加されて減
減ったところで攻めていく流れに、なんかいる、そこなんかいません？上か、もうちょっと潜んでいたいんだかな。いや、バレてるな、これバラージ撃たれてるぞ。なんか来てるぞ。くそー、これでどうじゃ。ボムショー撃っていきたい。ほっ、粘っていきましょう。ほっ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 、ボムショーで粘る、ボムショーで粘る。いや、ちょっと無理があるか、もう。早く ATT 来ないかな。来た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 、お前を待っていたぞ。スピーダーがすごい勢いで抜けてったか。オーケーオーケー、さあ行きましょう、がっつり行きましょう。ここでしっかりまずはこの辺から打っていく流れ。全然後ろにいるな。こうバイク使っていきましょう。ヘイタクシー、ヘイタクシーでガンガン削りましょう。いいね、先頭のやつかなり削れてるじゃない。よし、新しい仲間だ。当たってますかね。全然当たってない、荒ぶりすぎだ、エイムが。よし、あー、マジか、まずいまずい、これ撃たれるぞ、もうあの位置。ちょ、俺のエイムが、俺のバイクエイムがひどかったせいで完全にピンチを招いてないか。一匹かなり前に来てる。ダッシュダッシュダッシュ、撃たれてる。これは間抜けすぎる、俺が。降りましょう。削りましょう削りましょう、ガン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 。いや、まずいぞ、これまだ8機じゃまずい。あの先頭に来てるやつはまず落とさないと。ナイス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 、見事ハードセル撃たれてるけど、2台目を、これ回復の感じ考えるとかなり厳しそうだな。台数減らすしかないんだけど、早く降りて。だいぶ減らした？今だいぶ減ったかな？ハードセルはすげえ減ってるな。どんな感じですか？ハードセルが、ハードセルがいかれた、撃たれたな。どうなんだろうな、やっぱイオン魚雷拙者の方が強いのかな。とりあえずこっちの方が減りそうな気がするんだけどな。てかそもそも全然味方あれね、あの潜り込んで撃つみたいなムーブメントがないってことはかなりきついんじゃないかこれ。いやー、私かなり倒しに、ガチで倒しに行くんだと、もうヒーローなんか出してる暇はないっすからね、ここは。厳しいな、さすがに。ヒーロー出しちゃってるもんな、ヒーローじゃないんだよな。ここでこの展開だと、とてもじゃないけども厳しいね。上げられなくなっちゃったな、ライン。こっちに行きたいな、なんかいるな。いや、もったない、全然いけるんだけどな。スピーダー出てるんだけど、うわー、10機か、闇。これはつらい。
ここもチャンスですからね。ここもどれだけいけるのか、どんだけガンガンいって、ダメか、圧力足りないな。いや、バイク使いたい。ウォーカーを破壊して敵の進行を止めろ。ヒーローじゃないんだよな。ダメか、ヒーローじゃないんすよ。ここでやるべきことは破壊なんすよね。もうガン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 削っていく、それでいいんですよ。バイク、バイク欲しい、バイク、バイクが欲しいんですよ。バイク開かない、バイク開かんな。くそー、ヒーローじゃないんだよな。人多い、撃とう撃とう、壊れろ壊れろ、よし、いいよ、やりましょうやりましょう。まだ諦めるわけにはいかねえんだ。味方ヒーロー率高いな。頼む、じゃあ LINE の維持をお願いする。LINE 維持を頼んだ。向こうがね、突っ込んでくるなら、はい、好都合ということで、行きましょう。いいね。そうか、ここで仕掛けるつもりだったのか。味方、実は優秀だったのか。すまん、侮っていたわ。違うよ、第2フェーズではないんだよ、つって。君のその考え、まだまだ浅いなと。申し訳ねえっす。ここでガンガン削っていく流れね。いいんじゃないの。ほいや、ほいや、これ弱点に当たってる、結構減ってる。そうでもないね、そうでもないね。バイカーたちどう、バイカーたちは。お、バイカーいてる。5か、あと8台、あと8台ね。なかなかハードなバトルになりそうな、そんな気配がいたします。すぐに配置に戻る。当たってるかな、降りるか、降りる。あー、蹴られる、蹴られるか。しまった、降りなくてもよかったな。スティンガーピストルで撃たれてるくらいだったら多分なんとかなったな。ごめん、ヒーローは今ノーセンキュー。これマジ、このフィナーレをね、アナキンシーズンのフィナーレを飾る大事な場面なんでね、ちょ申し訳ねえけど、ファズマね、今日休んでてくれ。次行こう。オッケー、くそー、やりよる。チャンスはある、チャンスはあるよ。詰めましょう、あと4機。突っ込んできてるやつを先にやった方がいいのか。頑張れ、急ぐんだ。くそー、
守りが硬い。これあれか？パルスキャノンか？いって。くそ。これ効率いいのかな？減ってますか？自信ないんだけど。まずいんじゃないのこれ。俺アイデン使ったのまずいんじゃないの。防衛1になってる。減ってる？いまいち減ってる気がせんのだが。痛い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 。くそ。これじゃ意味ないんだよな。クソ。あ、破壊してる。私と戦う気か。お、セカンダリセカンダリ。痛い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 。クソ、全然攻撃できない。まずい、まずいぞ。チクショー、これはきつい、これはきつい。クソ。相手のパルスキャノンどうなったんだろう、どうなったんだろう。どうだったんだろうね。パレット準備よし。こまずいまずいまずい。ロアク軍に増援だ。壊しに行くぞ。だゲージは増えてってないな。なんとか行きたいな。バレずに近寄りたいな。来たか。痛い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 。クソ、バレてるバレてる。バイクか。バイクは使えない。でも味方強っ。俺のアイデンとか全くこのえっていう展開を見せてた流れで優秀だな。バイク部隊行ってるな。これレトビじゃない、あれボムショー食らえー。まずい。あと1機だけど進んじゃってるな。ちょっと逆に俺がかなり痛い感じなんじゃないのこれ今回は。痛い痛い痛い。マジで？あーすげえ。あんなゲージの進み早いの？無理じゃない？いやー早い早い早い。あんなゲージの進み早い？くそー。ドロイデカだったら助かるの。じゃあドロイデカを貸してください。マジか、俺のアイデンいらんかったか。やっちまったな、これこれやっちまったパターンのやつだな。いやバイクかなりうまく機能してたんだけどな。いやー、もったいない。いや、でもやっぱりあれだよな。ここで頑張るんじゃなくて、やっぱセカンドフェーズで頑張らないと。第2フェーズで、きちんと切り返さないと、とても、じゃないけど、やっぱ、辻褄が合わないじゃないけど、その、なんていうの。計算が立たなくなっちゃうよね。はい。というわけで、アップデート前の最後の動画になりますが、悔しい展開でしたが、今回はここまでにします。それでは皆さん、新しい世界でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。まった見てねー。